はい、どうも峰島です。今回はですね、ひろしさんのお話をしたいと思います。ひろしとね、継承を略して呼んでみたんですけども、やっぱりさん付けした方がいいとコメントも入りましたし、まあいろいろと連絡来たんで、ひろしさんでいきたいと思います。やっぱりね、真摯に動画は撮らないといけないなと思いました。それでですね、まあいろいろと言ってきてます。新しい動画で僕がいろんなところになんかその組関係がどうちゃらこうちゃらというのを言ったと言ってますけれども、いろんなところにまず言ってません。懲役太郎さんとお電話した時にネットの情報があったんですよ。ネットの情報と、あと裁判にも出てたんですね。その大物インフルエンサーがどこどこの組に所属してるだ、バックにいるだというのが書かれていました。で、まあそれをどっちも言ったんですよ。僕は裁判ではこういうふうに言われてるけど、ネットではこうやって書かれてるみたいなことを懲役太郎さんに言ったのは確かです。そのことで組の人たちが怒ってるみたいなことをひろしさんが動画で言ってて、僕は明日から配信ができないそうです、消されちゃうって言ってました。まあいろいろと問題のある動画かなと思います。これ暴対法に引っかかるんじゃないかなっていうぐらいの話ですね。ちょっと逆にひろしさんが心配になってくるような動画でございます。だって僕この動画ね、警察の方を見てますから大丈夫かなと。動画の方はね、概要欄の方貼っときますんで、警察の方もちょっと見ていただきたいと思います。こんな発言していいのかなっていう感じですね。まあなんかもう人生終わって、明日から僕は動画配信ができなくなって消されちゃうらしいです。まあ僕が明日ね動画上げたら、またひろしさんは嘘をついてしまったということが判明されてしまうんで、もちろん明日元気に動画を上げる予定でございます。三川さんっていう方、僕が一緒に行きたびに行ったんですけど、それは事実なんですよ。この人探偵業の免許を持ってるし、恐喝屋だって言ってるんですけど、それも名誉毀損じゃないかなと。なんか裁判してこいとか裁判するとか言ってますけど、いや裁判するほどのことなのかな。まあ僕は別にね、そこまでね、だから警察とか裁判所とか、なんかこういう YouTube の普通のやり取りでそういうところを使うなと。みんなの税金でね、賄ってるものなんで、迷惑でしょ。だって僕の夜深夜3時にね、何者かが警察と消防と救急を通報して駆けつけたんですよ。これも大迷惑ですからね。いたずらでやるもんじゃないよっていうことなんですよ。だからもう言ってることめちゃくちゃすぎて、謎なんですけど、なんで、しかもこれで裁判を僕が起こされなきゃいけないのかって話ですね。だって僕、普通にこういうことをやったよっていうのを普通に言ってるだけなんで、まあ、ひろしさんがこういうことを峰島やってるみたいなこと言ってますけども、例えばね、反社の人たちにいっぱい電話したとか、反社の人たちの電話番号はないんすよ。元反社とも言ってましたけども、元反社とか反社の人たちにめっちゃ僕は電話したらしいんですけど、連絡先がありません。懲役太郎さんに限って言うと、前の動画で説明した通り、懲役太郎さんが右翼団体を調べるって言ってたんですね。そこからちょっと DM のやり取りして、一回お電話しましょうって言ってお電話して、まあその時に噂レベルの話と裁判の話が出てたんで、まあそれをお話ししたんですね。その後ちょっと LINE のやり取りしてみたいな、まあどうもみたいな、それぐらいの話なんですよ。だから証拠持ってるって言うんですけど、僕がいっぱいいろんなところに電話した証拠、これを欲しいですね。出せないんですよね、ないからね、そういうのが。だって連絡先にないんだもん。反社の人たちや元反社の人たちの連絡先が僕は分かりません。だから連絡しようがありません。だからそういうことなんですよ。めちゃくちゃ言ってるなっていう感じでございます。まあこの件に関して言うと、もうめちゃくちゃすぎるんで、どうなんでしょうね。僕からはどうこうっていうのはないですけど、まあ普通に考えられる人だったら僕のこの話を聞いて、まあ分かると思うんですけどね。もう理論破綻が激しすぎて、何を言ってるんだこの人はと。僕の携帯をね、これね、僕の携帯ありますんで、これ僕が反社の人たちや元反社の人たちに電話をかけまくってるんであれば、警察の方どうぞこの携帯の連絡先全部提出しますんで、やり取りとかも全部 LINE とかね、 Twitter とかね、いろんな SNS 関係も全部提出しますんで見てください。めちゃくちゃなんですよね。僕はだから全然警察にこの携帯ごとを預けて、反社と元反社とやり取りをしてるっていう話なんで、全部提出できますこれ。そして一個もそういう人たちとのやり取りっていうのはないと思うんですよね。出てこないんですよ。じゃあどうすんのって話になってきます。向こうもね、証拠出せないって言ってますけども、まあ僕もね、この通話履歴とか SNS のやり取りとか全部皆さんに出すことは不可能なんで、それもできないんですけども、でもこれは警察に僕は提出できるんで、というのが僕の答えになりますね。まあ相変わらずなんかよくわからんことを言ってきてるみたいな、ネット当たり屋みたいになってきてますよね。めちゃくちゃすぎるんで、動画一本出さなきゃいけないなと思って動画を出させてもらいました。ひろしさんの話では、僕は明日消えていなくなってしまうらしいんで、まあ消えないように頑張って明日も動画出したいと思いますんで、見たい方はチャンネル登録お願いします。それでは。